そのやりたいビジョンって具体的にどういうものか。最終的にはですけど、人間の意識だったり宇宙の最初の誕生なぜかっていうのを自分は描きたいって思ってて。友達とかからどういうやつだって言われてました。今ってネカフェで暮らしてるわけでしょ。それは今現状そのまま続けるんですか。考えとかこうやりたいこととかってずっと同じビジョンでこう向かわれてるのかなっていうのがちょっと気になると思います。建設的にやらないとやばいことになるよ。はい。それでは就活サバイバルネオを始めていきます。求職者の方ご入室ください。失礼します。今宵も一人の求職者が自らの価値を伝えるべく社長たちへ挑む。それではお名前と希望する職種、希望年収をお願いします。富樫誠也です。はい。希望年収は0円で、希望職種は営業でお願いします。それではプレゼンお願いします。まず就活サバイバルネオに、出演した。ちょっと待って、はい、一番最初の何、あれはこれ何。あ、これはですね、もう自分の気合とかを、まあ、気合入ってるってこと。はい、もう気合でこれを自分は持ってきました。あ、そういうことね、はい、初めて見て燃えてるよこれ。はい、もう自分は燃えてるんで本当に。燃えてるのか。はい、燃えて、はい、すいません。そうか。はい、自分が今回就活サバイバルネオに、出演した、理由は大きく分けて3つあります。1つ目はより意識の高いところで、自分は、働きたいということです。なぜそう思ったかというと、自分は高校卒業してから、派遣会社に、まあの正社員として、出たんですけど、まあ、そこの、まあ、工場に派遣されてアウトソーシングという形で派遣されたんですけど、でも自分はその工場内の人物が、まあ、やっぱり熱量だったり野心が、まあ、やっぱりなくて、まあ、自分はもっとどんどん起業したいとか、まあ、そういう思いもあるんで、本当にもっと熱量が高い、会社に自分は入りたいと思って今ここにいました。で、2番目は、自分は、将来起業するので、営業ということで、まあ、自分の能力を、上げて起業に必要な営業能力を自分は、培いたいなと思ってきました。そして3つ目、ここが、まあ、自分の一番大きなところで、社長の前で自分は挑戦したいという思いが一番強かったからです。いろんなことを成し遂げた、社長の前で自分自身の思いだったり自分自身を、表現して、そのフィードバックだったりで自分は成長させたい。そして、こういうしっかりすごい成し遂げてきた社長のもとで自分は働いてより成長させたいという思いで、出演を決めました。この絵は何。これはもう自分をぶち破るということで。あ、なるほど。はい、もう自分の限界をぶち破りたくて。自分は楽しいね。はい、うん。はい、自分の経歴といたしまして、小学校3年生から中学3年生まで、サッカーをしておりました。中学校では、私立高校の下部組織として、まあ、プレーをしていました。高校2年生で、大阪王将でアルバイト、高校3年生でバーミヤンでアルバイトをしておりました。去年、5月に派遣会社に入社しまして、12月に、工場が M&A されて会社に移籍するか、残留するか、それともまた派遣されるかの選択肢で、まあ、自分はもう野心があるんで、まあ、転職という形で、東京に、上京してきました。そして今年1月業務委託系の営業会社に入社しました。しかし、まあ、訳があって1週間で退社してしまったんですけど、はい、次は今後のビジョンといたしまして、自分は入社して1ヶ月で営業トップ、必ず成し遂げます。もう死ぬまでやります。そして2年でその会社の基準、もう今までの価値観を、俺はもう自分でも勝ち続けて営業トップになって自分を勝ち続けて、その営業の基準を壊して新たな、会社もう成長させたいと思ってます。そして3年後自分は起業して、最終的には世界一の企業を作ります。その世界一の企業のイメージがこれ。あ、この写真。違います。画像が気になってる。あ、これですか。地球と大都市と、もう自分は新しい世界を作りたい。脳みそと何これ、うん、これは本当に自分はその未来を想像した時に、まあ、自分はもっとなんかテクノロジーとかもっともっと活用して、もう今サービスとかなんか、なんだろう、物とかが溢れてるって言ってる社会じゃないですか。でも自分はもうそれはもう今の価値観だと、もうそれを超えたい、自分を新しく作り上げたいっていう思いで、まあそうですね、自分の思いに合った画像がこれです。はい、なるほど。はい、最後、自分は、熱量とエネルギーがあるっていうのが自分の調査と思ってます。そのまあ理由といたしまして、今までちょっと本当経歴とか何も成し遂げてなくて、なんか全部手数使
かずでもうやりきれてなかったんで、もう今本当にやりきるまで実家に帰らないと思っていて、だから今もう会社1週間で辞めたんですけど、もうネットカフェと かカラオケも野宿でももう生活してて、もう成功するまで自分は、やり続ける、そのパッションで、今生きています。これで熱量あるんだ。はい、もう絶対に成し遂げるっていう、もうこの気持ちしかないです。でしょうね。はい、これで自分の自己 PR を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、はい、いいですか。はい、もちろんです。この1月に1ヶ月で辞めちゃったわけ、はい、1週間です。わけを教えてください。グローバルパートナーズ株式会社社長山本浩二。日本一の営業会社光通信の常務として1万人の法人営業部隊を構築し、売上累計1兆円を樹立。さまざまな事業で若者とベンチャー経営者の挑戦を応援し続ける男は、今日も新たな求職者を待ち受ける。自分はうん、その業務委託系の営業会社で、自分はその会社が3ヶ月後の給料でして、その自分上京してゼロだったんですよ。3ヶ月後って3ヶ月営業の成果が出るじゃないですか。その成果が業務委託の会社があって、あ、支払い入金サイトが90日だったの。そうですね、90日。それ最初に聞いてなかったの？いや、聞いてて、自分は本当に夜勤でもやりながらやるっていう決めてたんですけど、その社長に、いや、お前は10日間で、稼いでこいと、その3ヶ月間を。でも自分はその自分の中でなんか友達の家にその10日間泊めらせてもらった時に、高校の時本当に自分は起業するんだっていう思いで大学進学からこっちに変えてやるんだって気持ちがあったっていうのを、まあ、唯一伝えてた友達だったんですね。それを思い返された時に、今の自分って何やってんだっていう、なんか本当にずれちゃって、その成果っていうよりもなんか自分の思いがそっちにずれちゃって、それで達成できないで終わってしまって、それで10日間稼ぎきれないでもうやめて、そのできなかったからやめたっていう形で、もう本当それ自分が悔しくて、もう今だからもう0円でもう今回は絶対やる。その訳を 10秒で言ってくれ。10秒で。訳はあれです。10日間で稼ぎきれなかったっていう、3ヶ月間の生活費を稼ぎきれないで辞めてしまった。そういうことね、はい、給料が3ヶ月分に入るんではなくて、はい、10日間で3ヶ月分の目標金額があったわけ、はい、いくら稼ぎたかったの？8万円です。ちょっと待って、ちょっとおかしい。8万円を3ヶ月ってどういう設定で8万円が3ヶ月？自分はその稼げって言われたのがタイミーとかシェアフルとかその単発バイトを やって、その10日間内で8万円を稼いで、その生活費で生活しながら営業をやりましょうっていう方針でやってたんですけど、それが達成できなかったっていう。なるほどね、はい、いや3ヶ月間給与入らないから。そうですね、入らない分、はい、この10日間で短期バイトでもして8万貯めて、はい、よく理解しましたね。よく理解したね。逆に俺全く理解できなかった。もしかしたらなんか通ずるものがある。ちょっと複雑な気持ちです。そういうことか。これでもまた希望年収ゼロでフルコミッションだと活躍できなかった時、はい、また収入なくなっちゃうじゃないですか。もうすねをかじってもう玄関に、社長の玄関に詰まさせてもらうぐらい、もう野宿でもいいんで、そのやれなかった自分が本当に悔しくて、もう寝れない日もあって、もうだからもう今回も絶対達成するんだって思いでここに立ってます。はい、すげえ面白いですね。誰のすねをかじろうとしてるの？ああ、もう社長とかもう何でもいいんで、もう自分、はい、もう玄関でもいいんで、もう本当にちょっと寝させてもらったり、はい、吉本興業とか応募してみたら。いや、もう本当自分はもう世界一の企業を作ってやりたいビジョンがあるんで、本当に はい、その軸で、もうそのために行きます。失礼しました。はい、はい、そのやりたいビジョンって具体的にどういうものがあるの？ JHR 株式会社執行役員吉田圭介。東京、大阪、名古屋の3拠点の統括に従事し、人材紹介、派遣、BPO 事業、コンサルティング事業と多岐に事業を展開。転職をサポートしてきた求職者は3000人を超える。現在はこれまで培ってきたマーケティング、営業、採用戦略のノウハウをもとに人材紹介会社の事業コンサルティングにも携わる。今宵も求職者に寄り添った提案で新たな選択を導き出す。具体的にですね、自分はやりたいことが結構多くて、うん、その最終的にはですけど、人間の意識だったり宇宙の最初 の
誕生なぜかっていうのを自分は暴きたいって思ってて、そのためにその世界一の研究所と世界一の企業を作るっていうので、なるほどね、はい、自分はそれで、うん、その宇宙の根源をそうです、ね、解明しようとしてるんだ、うん、そうですね、すごいよ、それは世界一かもしれない、はい、そうです、うん、なるほどね、じゃないと世界一になれないという逆算のもとを自分は、うん、はい、世界一になるためにはそのぐらいのことをしないと世界一になれないから、はい、だったらもうすごいマクロな世界で、はい、宇宙は何からできたんだってことを追求しようと、はい、そんな会社を作ろうと思ってる、そうですね、自分のが稼いでそっちに自分は資本、うん、あの資金を回してそっちに成長させたいっていう思いがあって、はい、ここに立ってます、うん、すごい熱量はあるかもしれない、はい、ただ、はい、客観的に自分を見れてないかもしれない、そうですね、今言ってることが、はい、社長さんや今視聴者にどう見えてるかって考えると不安です、はい、うん、すいません、あの、はい、気持ちが前に行き過ぎてて空回りしてる感もあるんで、はい、落ち着いて、はい、多分今のペースで話すと、はい、ロープレバトルの時とかも、うん、ちょっと多分聞き取れないぐらいの、うん、ちょっと興奮気味だと思うん で, そうです、ね、もう少しクールダウンして、はい、分かりやすく説明しよう、すいません、分かりました、はい、俺もう乗り出しちゃってるすごいやつ来たなと思って、あの、すいません、中高生の時に、はい、友達とかからどういうやつだって言われてました、そうですね、自分のその意思が決定したのっていうのも結構段階的でして、その10秒で言ってください、はい、分かりました、まあでもそうですね、結構いじめられてる、分かんないですね、その自分がどう見られてるかっていうのはその正直自分の中で分かんなくて、じゃあご両親とかご家族からはお前はどういうやつだって、君はどういうやつだ、でも変わり者って思われてるかもしれないです、ね、かもしれない、言われたことないの、そうですね、はい、でも本当に今の意思が決定したのも最近だったり、その高校時代とかでさえいろいろ考えたりして今ここになってるんで、じゃああんまり周りからどう思われてるかなとかどう評価されてるかなっていうのは今まで気にしてない、あまり気にしてないかもしれないですね、だろうね、はい、ケイシさんはいかがですか、考えとかこうやりたいこととかってコロコロ変わったりとかしないのかな、ずっと同じビジョンでこう向かわれてるのかなっていうのがちょっと気になるところですね、そうですね、自分はその確かに経歴とか見ても本当にコロコロ変わって、本当に好奇心だったり探究心とかすごく自分の中であると思っていて、本当にコロコロ変わってたんですけど、でも今その自分の大体そのずっとなんか妥協してたんですよね、その意識とか宇宙とかもう分かんないってなってたのを妥協してたんですけど、もうそのやつをやめてもうそれを解明するんだっていう思いをもう一個貫いて、じゃあ何が必要かと思ったら、その経歴とかで、ね、やりきれなかった自分に勝ちたくて今野宿とかで今やってます、はい、ちょっともう少し君のことをちょっと知りたくて、はい、まだあんまり分かってないから、はい、趣味って何ですか、トリエネグループ会長三浦哲郎、グループ会社8社のトップに立ち、流通業の仕入れから販売オークションまでの全ての工程を自社で行う、買取専門店小屋社のフランチャイズ化や鑑定士学校アイジョブの代表理事も務め、グループ年商は150億を超える。今宵も自慢の目利きで求職者に可能性を見出す。あ、趣味はサッカーを見たり、まあ、でもゲームもしたりするんですけど、あと将棋ですね、小学校の時に将棋をすごくハマっていまして、うんうん、その場面をどのように動かして相手を攻めるかっていうのを考えるのも本当、うん、じゃあ友達と一緒に何して遊ぶの、あ、そうですね、結構語り合ったりそのスポーツしたりだったり、あ、スポーツしたりですよね、わ、はい、からない、どういうキャラクターのかいまいちわからない、はい、では一度スキルチャレンジに移っていきたいなと、ね、はい、ちょっと落ち着いてやってね、スキルチャレンジ、わかりました、はい、まあ、熱量はもうすでに伝わってるので、はい、ここからは別のね良さを見せてもらえたらなと思うので、はい、営業のスキルチャレンジをお願いします、はい、はい、じゃあ3つのカードから、はい、はい、じゃあこちらの中からお選びください、はい、はい、じゃあ発表お願いします、自社ビルでお願いします、はい、自社ビルですね、はい、はい、じゃあ今回のお題は自社ビルとなります、条件といたしましては、練馬にある5階建て1棟分のビルを10億円で買っていただくということが条件となっております、はい、では会場の移動お願いします。就活サバイバルネオでは動画に出演したい社長さんを募集しています。詳しくは概要欄からお問い合わせください。この対決は5分以内で決められたお題を求職者と営業のプロそれぞれがロープレイを行い、どちらの営業が良かったかをジャッジするという企画である。そしてロープレサバイバル四天王の中から今回の対決相手となる営業のプロは、
円山寛。2019年にリアステージに入社後、キャリアアドバイザーを務め、最年少でグループ全体の管理職を務める。その後はコンサルタントとして業務構築、業務改善等を行い、現在は人材系企業の新規事業開発のコンサルタント等、さまざまな業務を行っている。第1回ロープレサバイバルでは営業未経験ながらも人柄の良さで3位となり、就活サバイバルネオのプロジェクトとして活躍する。果たして求職者はジャイアントキリングを成し遂げることはできるのか。それではこれより営業ロープレバトルを行っていただきます。先行富樫さん、はい、で後攻がロープレサバイバルで同率3位を獲得した辺山さんの順に行っていただきます。それでは富樫さん、はい、営業されるお相手を社長方の中からお選びください。はい、竹内社長でお願いします。竹内社長、はい、お願いいたします。それでは竹内社長お願いいたします。はい、はい、制限時間は5分間となっております。よい、スタート。自分富樫と申します。はい、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。自分竹内社長、すごく今後のこととか考えてるって思ってて、竹内社長は自社ビルとか興味ありますか？まああんまりないですね。ないですか？はい、はい、今回自分が提案させていただくのが練馬区にある10億円の5階建てのビルでして、このビルではどんどん今後成長していくにあたって、もう代表になるようなビルだと思っております。そういうビルって興味ってありますか？はないですね。ないですか？はい、買った時にやっぱり みんなのお手本になるっていうか憧れになると思っていて、その必要性っていうのはビルの必要性ってお考えとかありますかね？なんかオフィスとか必要だったり思います、ありますか？なんかビルがあるとオフィスに使えるかなとは思ったりとかするんで、はい、賃料もったいないんで。うん、実際今オフィスってどれぐらいお持ちでしょうか？オフィスは1個です。1個ですか？はい。どれぐらいの規模で？70万ぐらいとか。70万ですか？はい。今回その50万円あ10億円ということで、結構70万から10億円って結構大きいと思うんですけど、はい、でも実際その今後のビジョンってその70万から10億円ぐらい膨らませたいっていう希望とかありますかね？頑張って前に進んでいきたいなと思ってるんで。なるほど。自分は本当に目標って物って結構大事だと思っていまして、その10億円を買ったらやっぱりそれぐらい努力をしなきゃいけないっていう、自分もそういうベクトリに、はい、なると、自分も本当にそういう自分の主観ですけど、うん、そういうことって経験とかされたりしますか？でかい何か物を買ってそのために頑張るっていう経験とかなされたことありますか？はありますね。あ、そうなんです。実際何を買われて？今ちょっと気になってるのが、ごめんなさい質問答えてなくて、はい、結論損しないのかっていうのがちょっと心配なところで、はいはいはい、やっぱりお金大事だと思うんで。ビルっていうものの価値は本当にあると思ってて、なんでかというと本当に10億円の5階の練馬区のビルを買って、そのためになんか社員とかもそのために頑張るってなったら、その基準だったりもどんどん上がっていって、もっともっとより加速成長できると自分の中では思っていまして、だから今回自社でちょっと竹内社長に面談させていただいたんですけど、その今後のビジョンとか10億円のビルってどういう思いというかありますかね？まあ、その社員さんの環境が良くなるっていうのはいいことだと思うんですけど、はい、一番やっぱり何回も言うのが、はい、損しないのかっていうのが心配です。損ですね。結構ビルの価値もあって、その今のオフィスだって10億円をやっぱりね、厳しくなったらこの他のところに、まあ、売却っていう形も、まあ、できるんで、一度でもいいのでその内見とかされませんしてみませんかっていう、はい、今のところあんまり正直ちょっと興味なかったんですけど、はい、まあ、でも損するかちょっとしないかっていう質問がちょっとやっぱり気になってて、はいはい、まあ、得であればやっぱり興味はあった方がいいと思うし。そうですね。物件の価値、土地の価値っていうのはすごくあってて、その売却した時もその価値っていうのが上がってる可能性もあるんで、そのビル自体結構特殊でして、その今後 YouTube とかも使えるようなそのスタジアムだったりいろんなものがあって、その物件自体の価値、その何だろう、それを他の人に貸し出したりとか、そういうことも活用できると思うんで、その自分たちが働いているぐらいの時間で他の人に貸し出しもできるという、そういうビルになっておる。終了です。ありがとうございます。お疲れ様でした。
それでは高校変山さんお願いします。同じお題でお願いいたします。制限時間は5分間です。それでは用意スタート。竹内社長、お時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日ですね、お時間いただいたんですけれども、野望を叶える不動産っていうサービスを提供しておりまして、はい、竹内さんの、野望っていうところを、まあ、不動産でどうにかそれこそ解決だったりとか、まあ、実現に向けて一緒に伴走できればなと思って本日、お時間いただいた次第です。で、実際竹内さんって将来的になんか野望って何かお持ちですか？まあ、年商100億やりたいです。めちゃくちゃいいですね。年商100億って実際社員数でいうとどれぐらいの規模感になってきたりするんですか？一旦まず100名っていうところから目指していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。実際それでいくと、今ってどれぐらいのなんかギャップがあったりするもんですか？なんか今実際その100億に向かって進んでいく際に実際課題になっている部分だとか問題になっている部分ってございますか？求人っていうのがやっぱ会社の課題かなとは思ってます。求人っていうとなかなか求職者さんが集まってこないみたいな。そうですね。求人が集まらないそのご理由っていうところでいうと、やっぱりその他のなんか媒体とかに乗っけてどうしてもなんか求職者の目につかない状態になっているのか、それとも見てくれてはいるけれどもなんかなかなかその応募まで至らないみたいなところでいうと、どこに問題があったりしますか？体験来てもらっても、ちょっと営業職でこう1週間で、はい、あのやっぱ心折れちゃったりだとか、はい、そういう子が結構多い。代わりにやっぱ事務の方とかは集まりやすいっていう感じにはなって。あ、そうなんですね。内定までに1回インターンみたいな形で挟んで。そうですね、研修期間2ヶ月設けてるんで。あ、そういうことですね。その間に辞めてしまうっていう。そうですね。どういった授業でなんか離職が起きやすいというのはございますか？飲食の部分では ある程度皆さんなんていうんだろう、やれる仕事だと思うんですけどやっぱり営業コールセンターなんで、はい、やっぱお客様に怒られたりだとか、はい、そういったところでやっぱり営業不慣れな子とかは、はい、まあ正直怒られるのは当たり前だと思うんですけど、はい、まあ女の子だったら泣いちゃったりだとかっていうケースもありますね。はいはい、実際そこで心折れて辞めてしまうっていうところあると思うんですけど、コールセンターでもなんか実際定着してる会社さんとかってあるじゃないですか、はい、他に何かコールセンターでその離脱する辞めてしまうご理由ってどういったところになるんですか？メンタル面だと思ってます、はい、採用のターゲットがそもそも間違ってるのか、それこそなんか自社内の体制みたいなところが間違ってるのかでいうとなんかどちらになったりするんですか？採用するターゲットを間違えてると思います。あ、そういうことなんですね、はい、じゃあここから採用ターゲットは変えていかなきゃいけないなというところですね。そしたら採用ターゲットさえ変わってしまえば実際、ね、定着はするかもっていうところではあると思うんですけど、実際その採用ターゲットを変えた時になかなか募集集まんないみたいなところってあると思うんですね、はい、より営業マインドが強いみたいな、そういう方々を実際求職者として確保していきたい、囲っていきたいっていうところはあると思うんですけれども、うん、ってなってきた時にやっぱりそういった方々って市場でどんどん他で取られてちゃうじゃないですか、うん、そこで、本日ご提案したいのが練馬区の自社ビルを10億で買えませんかっていうご提案なんですよ、はいはい、実際それって採用とどうつながるのって思いませんでした？求人のこと言われるのかなといういつも通りのそうですよね、はい、そうなんですよ。弊社がですね本当に不動産っていうところでやっておりますので、それで言うと、自社ビルを、不動産として買っていただきます。で、実際に練馬区って、これっていう企業さんがあまりないんですよね。ただ例えば錦糸町であればそのロッテとかあるじゃないですか、はい、みたいな形で錦糸町といえばここっていうところがないからこそ、そこで不動産自社ビルを持っていただいて自社のブランディングにつなげていく。で、そうすることによって求職者が認知してくれたりとか、もっと入りたいって思いを持って実際にその会社に来てくれるような状態を作っていきたいなと思っておりまして、実際採用の部分でいうと、まあ、実際そこで、どう獲得していくかみたいなところも僕ももともと人材やってたのでそこのご相談も乗れるかなと思ってますし、あとはそれこそ、まあ、手出し自体は今の賃料分でいいと思ってます。で、空いたフロア自体を、活用して、コワーキングスペースであったりとか、うん、そういったところで活用していただければほぼ手出し自体は賃料、今の賃料分だけで済みます。あとは予診さえ通ればっていう形ですね、はい、なのでぜひ本日いただければと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか？終了です。お疲れ様でした。それではこれより社長方にはどちらのロープレバトルが良かったかをジャッジしていただきます。それではせーの、ドドン。はい、プロの変山さんが 3.5 点、うんうん、で、富樫さんが0点ということで、プロの0点、0.5 です、ね、0.5 点ということで失礼しました。変山さんの勝利となります。おめでとうございます。首の皮一枚つながりました。それではですね、これより社長方にご意見伺っていきたいと思います。まず山本社長お願いいたします。
まあお二人ともちょっとグダグダでしたでプロの方はヒアリングから入って、はい、課題を抽出してそれを解決するみたいなモデルで、うんうん、ただ解決するのがなかなか出てこなくって時間切れみたいな感じかなと思います、うん、まあアプローチなんか悪くはなかったですね、はい、うん、まあ僕だったらもっといろんな提案もどんどん浮かんできて、うん、やっぱり社会人としての知識とか、はい、その不動産とか投資とか利回りとかなんかね、ビジネスモデルとかもっと勉強しないと多分このお題は難しいかなと思いますけど、うん、でもまあそういうのをあのしょっぴいてコミュニケーションと組み立てとかそういうスキルで一応プロにしました。はい、はい、ありがとうございます。では続いて竹内社長お願いいたします。まあ、実際こう受けてみてこうプロの方はやっぱり入りから全然違うなとはやっぱ思いました。あのまま求人のね人材の相談しよかったいやなんか本当アプローチの部分でやっぱり違うところからこう入られてるところとかもう全然違う不動産っていうところに行ったんでアプローチの仕方はすごい面白かったなって思ってます。で対象に挑戦者の方はまあ結論何を伝えたかったのか分かんなかったです。はい、ありがとうございます。では続いて吉田社長お願いいたします。あと1分あれば、うん、多分僕はプロに挙げていたかなと思ってまして、うん、5分間のうち4分間が、うん、ほとんど採用周りのお話で、うん、アプローチできたのが多分1分間だけだったので、うん、あと1分2分あれば不動産の話をしっかりとできて、うん、まあ、購買意欲を上げることはできたのかなっていうふうに思ったんですけどちょっとそこでは検討できなかったんであの真ん中で出させていただきました。挑戦者に関してはあのまず三浦会長がさっきおっしゃってたようにあの結論ファーストが、うん、あの大事かなと思ってまして、はい、やっぱり聞かれたことに対してまず結論から答えてあげないと多分そこからの会話ってもう広がっていかないと思うのでなんかそこが少しもったいないなと思ったのと、うん、あともう少しゆっくり話して僕も滑舌悪いんですけど、はい、滑舌が悪いのであればもう少しゆっくり喋って落ち着いてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。それでは最後に三浦会長お願いいたします。はい、挑戦者の方は確かにちょっと支離滅裂で、うん、質問に対しての答えになってないなっていうのとちょっと自分でどんどんいろんなこと話しちゃうからそもそもの質問が何だか分からなくなってると思うんですよ。その癖は直さないとそれは至るところ出てるんで営業としてはダメだなっていうのが結論で、でプロの方はあんなにあの事業の内容とか今の業績どうなるとか深掘りされてったら、うんうん、調べてこいよと思っちゃうんです僕は、うん、目標設定が100億円があって今まだ届いてないんですってその今の状態どうなのかって深掘る必要ってあんまないなと思っててそれどっちかというと上から行ってないって思っちゃうんですよ。なんで自分がある程度下調べしてて今の状態で成長するのはこういうプランですっていうシンプルなやり方でいいのにヒアリング多すぎて僕あのヒアリングもう 2,3 分やられた時点でもう嫌ですもんなんで調べてきたんじゃないのでなんで何を元に俺のとこ来たんだよってなっちゃうんであのちょっとそこら辺が失礼だなと思いました。営業としてねいろいろ調べさせてもらったんですけど御社さんにこのビルがすごくいいと思うんですその理由はこうですっていうのでいいのに今どうですか今どうですかってのはちょっと違うなと思いました。はい、ありがとうございます。以上の結果によりのプロの変山さんの勝利となります。おめでとうございます。それでは会場移動して最終ジャッジに移ってまいります。終始何を伝えたいのかが分からず竹内社長を困らせ敗北となってしまった求職者、次のアピールタイムでは燃え盛る自分の思いを伝えることができるのか。では高橋君お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか実際にやってみて。そうですね、自分の欠点がもう完全に見える形になったんでその自分の改善点が見つけられてもう絶対次はもう結論ファースト、この会話からもう自分は結論ファーストで、やっていきたいなと思いました。はい、わかりました。はい、ではこの後の、ね、質問あるので、はいはい、結論ファーストで頑張りましょう。わかりました、はい、ありがとうございます。では社長方何かご質問とあればお願いいたします。今ってネカフェで暮らしてるわけでしょ。はい、でそれは今現状あのそのまま続けるんですか就職しても。このまず生活基盤しっかりしないと、そこはどうするのかちょっと聞きたいですね。自分は、収入が、出たら、家を本当最低賃金で借りようと思ってます。最低賃金あじゃ あ, あ最低料金で、はい、安い賃料 の,、はい、安いの ところで、はい、ところを借りようと思ってて、はい、就職したらってこと、はい、今の職歴でそんな簡単に審査通らないかもしれないね、はい、家を借りようってもね就職してすぐの収入まだねあのないというかさ、
あの実績がない状態 でそこがちょっと心配だなと。だから量とかがないとちょっと難しい。貯金はあります？貯金は今ほぼない形で本当に1万円ぐらいで生活してて、明日暮らすのもやばいレベルだよね。 もしかしたらね、明日の飯ぐらいは食えるけど、ね、1ヶ月後の食費とかないわけでしょ、はい、うん、切羽詰まってるね相当ね。そうですね、うん、自分を追い込んで生活、自分を追い込んだ、はい、追い込まれたんじゃなくてなんか若干俺追い込まれた感があるんだけど、 あえて自分をその状況に身を置いたっていう、まあ、実家帰んないでっていう選択肢を自分は、あの営業会社の方でも実家帰った方がいいと言われたんですけど、でも自分はやりたいという気持ちで、はい、やっぱそう言われるよね、はい、あれどのくらい働いてたんだっけ前の会社って？1週間いや その前、あその前は、5月から12月の7ヶ月です。そこでは貯金はできなかった、蓄えは作れなかったんだ。はい、そうですね、はい、うん、あその時は家あったの？あ、社宅で暮らしてました。社宅でやって収入どれくらいだったんですか？収入は手取りで15万くらいです。ああ、で社宅で寮費が 2,3 万払うみたいな感じ？はい。でそれ以外のお金全部使っちゃってたと？そうですね、いろいろ自分は挑戦するにあたってお金も使ったりしてたのもあって、うん、あとはそうですね、自分の背景なんですけど、あのちょっと自分の背景、背景の話質問してないよ。いや、うん、ちょっと一回休業してたともあって、それで、あ、休業、はい、ちゃんと言ってどういうこと？休業を、1ヶ月くらい、その7ヶ月勤務のうちの1ヶ月休業した、はい、その理由は、あの自分の本当に何だろう、会社でずっと単純作業やってて、もうなんか自分の目指すところとギャップがすごすぎて、もう本当に鬱になったというか。あ、なるほどね。あ、精神的に参っちゃったんだ。ちょっと、はい、もうちょっといいですか会長？はい、どうぞ。あのベースのところで、はい、大学に行かなかったのは親の意思ですか、あなたの意思ですか？自分の意思です。親は行けって言ってました？自由に、はい。まあ、行った場合は親は金銭的支援してくれましたか？多分してくれないと思います。してくれない、はい、今あなたの生活ぶりを見てご両親は帰ってこいよとは言わないですか？自分はそう言われると思うんで、自分は成長もう絶対成功したいという思いが。あ、親から言われてないですか？はい、言われてないです。心配されてないですか？その状況を言ってないです。言って、あ、じゃあ連絡をしていないあんまり、はい、はい、あなたが今どこで何してるかは報告していない、はい、何か親と関係性が悪い？いや、結構支援してくれてます。あの、あ、今まで、はい、精神的に、はい、言ってくれる、言ってくれます。なんて言ってくれる？最近大丈夫とか、うんうん、ちゃんとやってる、ご飯食べてるって言って、うん、今見てるかもしれないねこの録画をね、はい、あなたなんて答えてる普段は？自分はそのまあ最近はなくて、自分寝カフェ生活以外の時はやってますって。なるほどね、はい。今は日雇いのバイトもしてないの？単発バイト。単発バイトとかをすれば、はい、多分1日、まあ、8000円とか1万円とかでも稼げるから、はいはい、手元に1万円しかないっていうことはないと思うのね、はい、うん、今は何もしてないのかな？あ、今は単発バイトをしてまして、今、うん、やっぱりこの就活サバイバルネオに書きたくて、もうカフェとかでもうそうですね、うん、準備をしたりしてました。あ、ってことは普段は単発バイトを1週間7日あるうち、はい、例えば5日間とかはやってるの？はい。あ、やってるんだね。で今月12万ぐらい稼ぎました、うん、しかしそのネットカフェとかでやっぱり仲だったりしてました、うん、はい、ああ、なるほどね、はい、うん、本当その場しのぎの。そうです、うん、はい、なるほどね。状況良くないね、うん、そうです、うん、それは本当に良くないと思う、うん、もう少し計画的に建設的にやらないと、うん、あのやばいことになるよ。今まだ若いからいいけど、はい、うん、そのまま行っちゃうと良くない方向に行くんで、どっかでしっかり地に足つけて努力しないと、はい、うん、明るい未来は見えてこないよね、はい、うん、量がない会社だと今働けないような状態です、ね、なんかね、ものすごく自分のビジョンとさ、はい、あの今の現状が全然噛み合ってない、はい、マッチしてないとか、まず自分が今やるべきことをしっかり注力してやらないと、うんうん、あの自分のあるべき目標にはなれないよね今のままだとね、はいはい、うん、相当なビハインドを背負ってる状態だから、世界一の企業家になるっていうのは、はい、あのまあ、絵空ごとに聞こえてしまうよね、うん、なんであと、まあ、状況も状況なんで、うん、採用しづらいんですよ、はい、企業家としたらね、はい、そこをどう見てもらえるかですよ今、はい、企業家の方たちね、はい、うん、そういうビハインドあるよと、家もないと、貯金もないと、その営業経験もないと、今のところね、はい、ないもんね営業経験ね、はい、工場勤務とかだもんね、はい、でオペレーションの中で仕事したわけでしょ、はい、営業規模なわけじゃん、はい、フルコミッションって言ってるけどさ、
そういうわけにもなかなかいかないし、最低賃金出さなきゃいけないとかもあるから、はい、自分を雇う社長さんたちにね、セールスポイントを最後にバシッと言わないとちょっと難しいよ。なんでちょっと最後に一言、これ大事、1分間でバシッと説明して。もう自分は本当に絶対成功するっていう軸でもう生きてて、もうそうですね、ぜひ雇ってくれた社長がいたとしたら、本当に自分はもう命かけるぐらいで恩返ししたいと思っていて、もう絶対にそうですね、もう絶対叶えるまでもう帰らないぐらい、本当に自分は本当気持ちが自分の中では強いと思っていて、もう絶対にやるって言ったら絶対やります。ちょっとは最初の時お金ちょっとかかるかもしれないんですけど、絶対それよりも自分はもう自分に負けない、自分に絶対負けないっていう、もう気持ちが強いので、採用してくれたら本当に絶対に恩返しするし、絶対に自分はそれに向かって絶対努力します。あ、最初になんか融資とか何お金を貸したりした方がいいってこと？それは自分の中ではありがたいと思う。いくら貸せばいい？8万から10万円ぐらい。8万から10万、はい、それ1回で終わる？毎月言ってこない？自分は営業で成果を出したいと、もう体もう本当に自分は。でも8万10万やって次の給料でさ、その8万10万例えば相殺して給料の手取り減っちゃうと、また貸してって言わない？自分はもう そんなことはすみません、想定はしなかった。 OK、 じゃあもう一つの質問、はい、どういう商売、どういうお客様にだったら自分は受けると思ってる？例えばおばあちゃんとか会社の社長とか投資家とか、うん、ギャルとかさ、うん、男性顧客とか、どういう顧客対象に対して自分はいい、プレゼンというか営業ができると思う？とにかく熱量がある人には自分の思いっていうのはすごい。あ、営業ね、営業、はい、入社じゃなくて営業、はいはい、どういうお客様をファンにできるか。若い人、エネルギーがある人です。なるほど。男性？男性も女性もです。若い男女、はい、でエネルギーがある人が集まっている場所だったら、はい、あなた力を発揮できる。はい、なるほど、ありがとうございます。では最終ジャッジに移っていきたいと思いますので、社長方ジャッジをお願いします。では山本社長お願いします。はい、点数が0点、はい、しないです、はい、もっともっと他人からどう見られてるかとか、うん、社会からどう評価されてるとか、お客さんからどう思われてるとか、そういう他人視点みたいのを持って生きてってほしいなと、はい、あなた素晴らしいエネルギーもあるし、内から発するものもなんか面白いなと、もしかしたら大天才なのかもしれないけども、営業って仕事に就くんであれば、やっぱ他人からどう思われるかっていうのも常にアンテナ張っていかなきゃいけないと思う。今のあなたにちょっとそこが欠けてるかなと、はい、ちょっと思ってます、はい、そういう意味でちょっと点数はつけれない感じです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では竹内さんお願いします。はい、20点で採用はなしです。まあシンプルに頑張ってたから20点っていうのがまず1点と、はい、なんかこう経歴を見た時に、なんだろうな、すぐ諦めちゃったりだとか、1週間でまあその仕事辞めたりだとか、まあ7ヶ月でまあ退社したりだとか、やり抜く力っていうのがあんまりないように感じられて、まあせっかくこう入社例えばいただいたとしても、すぐ諦めちゃうんじゃないかなと思って、採用はなしにさせていただきました。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。では吉田さんお願いします。はい、30点でしないです。ここに出てきて、はい、まあ、身振り手振り使って体を表現してパフォーマンスをするのはすごいなと思ったんですけど、やっぱり結論ファーストっていうところが営業ではものすごく大切で、はい、まず質問に対して答えるっていうことができていなかったっていうところだったりとか、はい、まあ、今の家庭環境というか状況的に、はい、まずお父さんとお母さん安心させてほしいなって、うん、そこで自分の身をしっかりと固めてからまた東京にチャレンジするっていうのでも全然遅くないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、はい、以上です。ありがとうございます。では最後三浦会長お願いします。はい、残念ながら10点でしない、はい、
まずやっぱり自分のやれることとやるべきことっていうのをしっかりやらないと、うん、今の自分の目標のところというかね、じゃあ営業でトップセールスになるってところにいきなりそこにはいけないです。あのもう少し順序立ててね、階段登っていかなきゃいけないんで、うん、自分に対して向き合った方がいいんじゃないかなと思うよね、うん、あのビジョンは大きいし言ってることは大きいけど、うん、自分の実力は伴ってないとかまだあるから、何でもいいから、1、2年でも何かを集中して頑張ってみた方がいいと思う。仕事ね、はい、やりたいことでやりたくないことも、そんな気にしないで、はい、しっかり自分がやってきたって実績を作らないと、はい、あの周りに認めてもらえないです、はい、そこかな。あともしかしたらこの動画見た時にコメント欄いろいろ書かれるかもしれないけど、はい、あのそこはもういろいろ書かれてしょうがないんで気にしないで、はいはい、自分のやるべきこと頑張ってやってください、はいはいはい、では今回は全社不採用という形になりました、はいはい、感想は本当にこんな自分にこの時間をくださった社長に自分は感謝しかありません。本当に自分は、これから、まあ、自分は本当にそうですね、自分はもう成功するまでやりきるっていう、もうこの軸で一本でもう本当にやって、もうゼロ円からでも起業とかもうやりたいことって僕はできると思ってて、その熱量を俺ぶつけて必ず成功して、成功した姿で自分は社長のもとに社長と会いたいなって自分は思いました。今回採用はされませんでしたが、番組を見てくださってる経営者の方々、人事の方、徳橋さんに興味がある方いればお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いいたします。熱意やビジョンに対しての姿勢は評価されたが、自分の実力が追いつかず残念ながら全社不採用となってしまった求職者、まずは自分のやりたいことに集中し立派になった姿を見れることを楽しみに待ちながら、社長たちは次なる求職者を待ち構える。